どうもこんばんは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、前回に引き続いて僕が作ったこちらね、この、新しいパソコンのご紹介ということでね、させていただきます。前回はね、どういう部品で組み立てたかというのをね、ご紹介をしましたけど、なんていうんですか、実際組んでた時のまあ、タイムラプスでね、撮ってたりしてたんですけど、そういった映像とか、一応最初にね、開封をしてた時の動画とか、そういったものをね、一応撮りましたんで、そちらの方をね、今からご覧いただこうかな、というふうに思ってます。ただですね、結構グダグダな感じの動画になっちゃってるんで、まあ、そちらの方はね、ちょっとご勘弁いただきたいな、というところです。で、とりあえずね、今回の動画は、まあ、開封と、あと、組み立てしてるののタイムラプス的なものを、させてもらって。で、その次ね、第3弾くらいで、まあ、ベンチマークとか、そのあたりをね、ちょっとしていこうかな、なんていうことを、ちょっと考えてますんで、今日はね、そういうことで、ちょっとグダグダの動画をね、今から、お見せすることになります。マザーボードもね、前回言ったように、間違えて、買ってしまってるんで、まあ、それはね、全く気づいてない気づいてないとこから、タイムラプスで組んできて、うわ、しまったっていうね、ところくらいまでかな、を見ていただこうかなと思ってます。まあ、しまったっていう場面はね、タイムラプスだから声も何も入ってないんですけどね、かなり実際は焦りましたね。で、そこからね、新しい、マザーボード、ちゃんとして合ってる部分を買ってからの動画ってのは、ちょっとタイムラプスでも撮ってなかったんでね。そちらの方はちょっともう省いてっていう形になりますけど、まあ、なんとなくね、組み立ててる雰囲気とか、あと、まあ、開封してる時のね、様子っていうのを見てもらったらどうかなと思って、今回はね、そういう形でさせていただきますので、よろしくお願いします。そしたら、どうぞ。はい、どうも。皆さんね、お待たせしました。とりあえずね、開けていくんだけど、パッケージが3つ。ボックス、2つね。このくらいのボックスが、2つと、あとこれは、マザーボードですね。マザーボードかなり大きいんですけど、こちらの方、とりあえずね、開けていこうと思います。もうちょっと下の方がいいですか？このくらいだったら見えるかな？僕の顔が。切るちゃん、まあ今日もね、オーズマアクションで撮ってるんですけど、やっぱりフロントディスプレイね、いいですよね。はい、まずじゃあ1個ね、とりあえず開けていきましょう。今回ね、もう総額がね、ちょっとなかなか人には言えないくらいの値段になっちゃったんでね、もうね、本当にバイク買ってね、結構それも分割なんで、もうこれが限界かな。もう2年くらいは本当になんかあんまり、でかいもん買えないなっていうね、くらいの買い物になっちゃいますね。ということで、まず一番最初はね、CPU 行きたいな。CPU 行きたいですけど、どこに CPU、あ、これかな。お、なんかケースに入って、袋に入ってますね。これのはず。じゃーん。Core i9 i9 のエクストリームね、一番ええやつです。i9 の 9980XE ね、ってやつです。3ギガ、ですね。だから16コアの30、あれですね、なんぼやったっけ。合ってるかな？いい加減なこと言ったらあかんな。とりあえず、まあ、あれです。一番ええやつです。ね。はい。これを買いました。これ、まあ、CPU ね。で、さっき言ってた M.2 の、分で、あれですね。ウエスタンデジタルの、1テラの、分ですね。こちらの方、これを買いました。で、これがね、やっぱり結構早いような感じで、評価も良かったので買ったんですけど、一応こういうこの、普通の分とヒートシンクがついてる分と2種類、ありますね。こちらの方がシステム
リスクとして入れるのね。です。で、あと、これが、メモリーですね。メモリーの方が、これが、32GB 買ったんですけど、G スキルでいいんかな、これメーカーは僕読み方もあれやけど、こんなやつ、なんかピカピカして綺麗な感じで、LED もつくんじゃなかったのかな。僕はあんまり装飾はあんまり気にしないんですけど、これが DDR4 の4000、CL の19191939ですね。はい。まあそこ、やっぱり結構早い分を買いました。まあ性能重視でね。あとまあ金額的なもんもあるんで、メモリーも高いんでね。ちょっと、でも頑張って張り込みました。あんまりね、落としすぎると、やっぱり、こう、パソコン組むのも、やっぱバランスだと思うんでね。CPU せっかくいいのを買ったのに、まあ、メモリーがあんまり良くなかったりとか、どっかがね、なんですか、ボトルネックになって、遅くなってしまう、全体のスペックとして遅くなってしまうっていうのがね、出てくるんで、まあ、あんまり良くないなと思うんでね、そういうのは。はい。で、あとは、まあ、これあんま見せたらあかんのかな。一応、Windows 10の 64bit ね、プロのやつを買いました、OS はね。はい。ここら辺もちょっと見せれないのかな。で、マザーボードの方はこちらの方ですね。Asus の、分ですね。プライム Z390 の A っていう。これもね、元ええやつはね、もう6万とかね、6万以上するような、マザーボード結構ね、あるんですけど、こちらの方は、そこまではいかない。確か2万円台、3万円台くらいだったと思います。そちらの方を買いました。これ値段書いてるかな、ちょっとあんまり見せれないやつに納品書みたいなのが入ってた気がします。これがね、23,980 円かな。ちなみにさっきの i9 はね、すごいですよ。i9 ね。i9 はね、あれ値段書いてない。値段書いてないな。なんでかな、ちょっとわかんないですけど、これがね、結構するんですよ。あれ値段書いてないな。なんでかな。で、ウエスタンデジタルのさっきのやつが 28,780 円。で、メモリーが 44,980 円。ね。ということです。あと、まあ、もう一個、また紹介します。電源、ね。電源、後で紹介するのは 32,980 円ということで。はい。まあ、ていうか、肝心の CPU のやつ書いてるの、なんでかな。はい。まあ、ということです。まあ、中はね、まあ、また、おって紹介をしましょうか。今回ね、これ、もう動画分けないと、ちょっと、ボリュームがありすぎてね、紹介しきれないので、今日はとりあえず開封をね、して、また一個ずつね、クローズアップした、動画をね、出そうと思います。とりあえず、まあ、ケースの方はね、結構お話ができる内容になるかなと思うんで、ケースの方と。であとはまあ、そうですね、何があるかな。まあ、PC のね、動画のその、書き出しの速度とか、そういったものは比較もできると思うんで、まあ、比較になるかな。まあ、そういったものできるし、マザーボードは解説って言っても難しいかな。ちょっと難しいかもしれないけど、一応できるだけ小分けにしてね、出せたらいいかなとは思ってます。あ、はい。で、さっき言ってた電源ね。電源。これね、AX10 ってやつで、僕これ今回買ったのはクーラーマスターの、こうね、箱の方は買ったんです。SL600M って後でまた言いますけど、こちらの方が 1000W までしか対応してないんですよ。中にね、なんか、僕も開けてみないとよくわからないですけど、電源のね、配線が中に貼ってる分を一部使うみたいなんで、メーカーのホームページを見たら、1000W までの電源にしてくれというふうに書いてました。僕が組む内容がね、1000W でいけるのかなと思う。
思ったら、まあ僕基本ゲームはあんまりしないので、ずっとね、負荷がかかるような感じじゃなくて、まあ、かかってるのは動画編集とか、あと書き出しとか、そういった時になると思うんで、まあ、十分だと思うんですよね。1000ワットの電源、を買いました。こちらのね。で、これがね、プラチナムなんですよ、グレードが。どっか書いてんのかな。はい。あ、これね、80プラスの、あ、ごめんなさい、プラチナムじゃない。あれですね、チタニウム。っていうグレードの分です。一番、こう、なんていうか、安心できるというか、まあ、評価が、性能がいいと評価されているような感じの電源を買いました。あと、これ、でかいの貼ったのが、CPU クーラーね。こちらの方も買いました。ね。これも、エナマックスの、CPU クーラーです。簡易水冷ってやつですね。簡易水冷の分を買いました。まあ、今回ね、水冷の方も挑戦してみたいなという意欲はあったんですけど、やっぱり、まあ、費用的にはでも簡易水冷と同じような感じになるのかな？ちょっと高いのかな？でも、結構ね、メンテナンスで組むのが結構大変なんですよ。水冷ね。本当の水冷になると。だからまあ、もう今回はね、ちょっとそこまでは挑戦せずに、もう簡易水冷にしました。ね。ただ、ファンが3つついてる分で、かなり冷却性能は、いいみたいです。ね。で、動画編集の方はさっき見てもらったように、何ですか、その、プレビューで再生してる時も、結構 CPU パワー食うんですよね。だから、CPU 重要だと思います。だからそう思って、そこには、かなり、何ですか、頑張って張り込みました、このあたりね。これ、なんだ、16コアで合ってんのかなちょっと、忘れちゃった。まあ、そんなんです。23スレッドとか、なんかそんなんなんですよ。すごい、高性能な CPU、ね、になってます。はい。ということで、あとはボックスの方なんですけど、よいしょ。こいつはね、ちょっとね、こいつだけでちょっと動画をまた撮ったらいいくらいの内容になるんじゃないかと思うんで、あれなんですけど、とりあえず外観だけでも見てもらおうかな。一回ね。よいしょ。本当にね、なんていうか、贅沢仕様になっちゃってます。本当に。とりあえず、なんていうかな、ネジとかでしょ？これね。ネジとか、まあ、ね、ケーブル縛るタイラップとか、まあ、これ何かな？ケーブル、USB のケーブルですね。USB の中のケーブルとかが入ってます。これ何かな？クッション、なんだろうこれ。クーラーマスターって書いてるから、これ何だろう服、あれかな？ケース拭くための布みたいなのまで入れてくれてますね。あ、なんか高級ケースっぽいね。なんか多分拭くやつですよね。これはね。はい。ということで、こんなのを入ってて、よいしょ。これがな、でかいからな。ちょっとこれ、出せるかな。ここからは出せました。一応マニュアルみたいなのが出てきました。下からね。で、とりあえず、おお、パチパチくんがすごいな。よいしょ。よいしょ。まあ、僕のチャンネルを見てくれてる人がこんな PC を組む人が。どんな聞いてるのかわからないですけど、僕は結構昔から自分で作ってばっかりなんで、ちょっと楽しいんですよね。なんか模型作ってるみたいね。よいしょ。こんなパソコン、
外観です。よいしょ、こんな感じね、見えてるかな、ちょっとこんな感じ、こんな感じですね。あのクーラーマスターにしてはかなりシンプルな感じのケースになってます。あの結構 LED がねビカビカ光ったり、するやつもあるんですけど、僕あんまりちょっとそういうの好きじゃないの でここが多分外れると思うんだけど、まあ一回この中はまた今度しようかね、こんな感じでここも外れて、ここにね、クーラーが来る感じになりますよね。よいしょ、こんな感じで浮かしとけんのかな、なんかそんなことを書いてたけど、よいしょ、はい、ということで、とりあえずまあそうですね、今からちょっと頑張って組んでいこうかなと思うんで、あのその性能をね、比較っていうのもまたやっていったりとかしたいなと思います。はい、どうも、いかがでしたでしょうか。まあ、あの、最終的にね、どういう状態になってるかっていうと、今ね、この横に、こういう風に置いてます。これね、実はもともと反対側にね、置いてたんですけど、あの、せっかくね、こう、なんですか、LED の綺麗なのが光ってるので、まあ、もったいないなと思って、こっちに持ってきたんですけどね。まあ、それでちょっといろいろやり替えをしてました。で、ちょっとね、どういう風に設置がされたかっていうのを見ていただけたらと思うんで、ちょっと手持ちで撮ってみましょうか。ね。ちょっとカメラ固定しちゃってるから。今回はね、本当に、お金をね、使いすぎてどうしようかなっていう感じなんですけど、まあ、ローンで毎月返済するので、もうちょっと頑張ってみようかなと思ってね、今回はかなりスペックを、高スペックのパソコンにしてみました。今ちょっとね、とりあえずまた開けて中を見てもらおうと思って、外してたつもりが閉めちゃってましたね。いや、これがね、強化ガラスで重たいんですよね。はい。おっとっとっと。こんな感じになってますね。で、ファンね、さっきの動画でも多分グダグダ動画で見てもらったと思うんですけど、下にファンが2機、付いてます。で、ここに M.2 が付いてるんですね。で、M.2 の冷却ファンみたいなもんね、また作れたらなと思ってるんですけど、ここにASUS の方でまた 3D プリンターでね、なんかデータを公開、まだしてないんですけど、いずれね、公開して、ここの穴のところにこうつけてね、ファンみたいなのをつけたいっていうことも、できるようになるみたいです。ね。で、グラブは前のやつですね。1080の TI をそのまま乗せ替えた感じになってます。で、メモリーは、あれですね、64GB 積んでます。
そこそこあのオーバークロックも自動であって、結局、4000までいけるのかな、だけど、そこまでは、しないで、まあ、自動調整、マザーボードの自動調整機能で、なんていうか、クロック数は決めてる感じになってますね。まあ、CPU も同じですね。CPU がこれが、かなり、高スペックなもんで、まあ、これだけでも、すごい高いんですけどね。なんていうんですかね。とりあえず、こんな状態になってます。ね、こんだけコアがあるっていうことですね。今は全然使ってないですけど、後でまたプレミアなんかね、また次の動画とかでいいんかな。どのくらい動画の書き出しでね、かかるかとかをちょっとやってみたいなと思います。とりあえず動画編集をね、快適にしたいというのが目的だったので、はい。ね、Core i9 ですね、9980XE、っていうですね、一番グレード、i9 のグレードがいいやつのはずです。ね。はい。で、一台ちょっと見えないですけど、この前面のね、この中あたりに、あれなんですよ、ハードディスクが、乗ってます。1個ね。これは前からの乗せ替えになってます。で、ここのところね、中にまた M.2 のメモリが1個入ってるんですけど、これはまたね、ご紹介を、ちゃんとできたらと思うんですけど、インテルの、なんていうのかな。ちょっと名前忘れましたけど、ハードディスクを高速化させる、なんていう、キャッシュを入れる専用の M.2 なんですけど、まあ、これをやることでかなり、ハードディスクに対しての、アクセスが速くなるっていうね、やつなんですけど、これも一回取ったり外し、ね、付けたり取ったりしながら、どのくらい変わるのかなっていうのも見れたらな、とか思ってたんですけどね。まあ、とりあえずはもう今付けちゃってます。はい。ね、冷却は水冷で上にファンが3つあります。ね。で、まあ、このケースもね、なかなか、ええやつなんですけど、結構ね、グラフィックボード載せるときとかに、苦労しました。刺すやつがね、ちょっとね、なんか、硬かったっていうか、穴のサイズがね、この先っぽグッと入れてやるんですけどね、こう、刺すんですけど、そう、穴がちょっとちっちゃかったっていうか、バリが出てたりしてたのかな、なんか、ちょっとね、このパネル自体一回外せるんですけど、外して、もう一回付け直したらなんとかいけたっていう感じですけどね。電源はこの上に入ってるんです。ここね。ちょっとなんか変わってますよね。フロントにある。はい。まあ、とりあえずそんな感じです。はい。ちょっと一回止めます。はい。どうも、いかがでしたでしょうか。結構ね、グダグダな感じだったと思うんですけどね。何かの参考になればね、まあ、いいのかななんて思いながら、そんなに参考にならんかな。だけど、まあ、記録としてね、とりあえず残しとこうかなと思ってね、一応動画、にしました。まあ、もう、自分の忘却録的な感じになっちゃってるんですけどね。でもこういうね、開封の動画とか残しとくと、自分ではね、結構便利なんですよ。どんなものがね、最初入ってたのかなっていうのをね、ちゃんとこう後で自分の動画を見て確認できるっていうのがね、結構便利だったりします。であとは基本的な僕の考え方として、やっぱりいろんな情報をね、やっぱりなんてネット上に上げるっていうね、まあ、ネット上は、まあ、あくまでもこう情報公開をまずね、する場だろうなというふうに思うので、まあそういう形でね、やってますけどね。まああんまり僕の動画面白おかしくっていうのはね、要素あんまりないんでね。どちらかというと情報をできるだけ発信して、まあ皆さんにね、お役に立てたらというような感じの動画ばっかりなんですけど、まあそういうことで一応記録として残してます。じゃあ、とりあえず次回はね、ベンチマーク。まあこれもどういったものがいいのかっていうのはね、賛否両論もいろいろあると思うんですけど、まあゲーム的なもののベンチマーク。で、あとはハードディスクとかのアクセススピード。まあハードディスクというか M.2 かな、の方のアクセススピードとか、そういったところをね、ちょっと、
見ていただけたらいいのかななんていうふうにね思っております。じゃあとりあえず今日はねこの辺で終わろうかと思います。またいろいろねコメント欄なので、まあご指摘も含めてねいろいろコメント欄入れていただけたらありがたいと思います。よろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。